内閣府が発表した1月から3月期の GDP= 国内総生産の速報値は実質の伸び率が年率換算でマイナス1.0%と2期ぶりのマイナス成長となりました1月から3月期の GDP 速報値によりますと物価変動の影響を除いた実質で前の期に比べて0.2%のマイナス年率換算では1.0%のマイナスでした 個人消費はこの時期まん延防止等重点措置が適用されていた影響でマイナス0.03%とほぼ横ばいの水準にとどまりました一方公共事業がマイナス3.6%となったことや輸入がプラス3.4%と増えたことが GDP を押し下げましたまた2021年度の GDP は前の年度と比べ2.1%のプラスで 3年ぶりのプラス成長でした。